皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルでもわかる通り、浦和レッズ槙野智章選手の移籍先予想をやっていきたいと思います。先日挙げさせていただいた J1 移籍予想選手で、この槙野選手がこの冬に移籍するんではないかというのをですね、取り上げさせてもらったんですけど、その数日後というところに正式な続報が出て、浦和レッズを今季で退団するというところが決まりました。先日の阿部勇樹選手の引退に続き、またも浦和レッズを象徴する選手が今季いなくなってしまうのは、サポーターとして非常に心苦しいシーズンになります。そこでサンフレッチェ広島にもゆかりのあるこの槙野選手を広島サポーターとしては取り上げざるを得ないということで、今回移籍の特別編として紹介させていただきます。今回の移籍に伴って、このベースボール T シャツ浦和レッズ購入させてもらいましたんで、どうですか、これ似合ってますか？かっこいいです。かっこいいですよね。赤似合いますね。似合いますか？はい。これちょっと気合い入れてね、今回の動画撮るために買わせてもらったんで、このユニフォームを着て今回ね、槙野選手の移籍予想をやっていきたいと思います。あくまでも今回ですね、移籍先予想として取り上げさせてもらうのは個人的な予想を含まれていますので、皆さんの意見含めてぜひぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。ってな感じで、前置きはここら辺にしておき、早速1チーム目から紹介させていただきます。はい、ということで早速1チーム目紹介させていただきます。1チーム目がヴィッセル神戸、取り上げさせてもらいます。このヴィッセル神戸は先日の移籍予想動画でも取り上げさせてもらった通り、可能性としては非常に高いチームだと予想しています。その中で具体的な数字を出させてもらうと、この冬のヴィッセル神戸の移籍の可能性は 80% 程度と予想させていただきました。この冬の移籍先候補として、このヴィッセル神戸は大本命だと思っています。この移籍の可能性としては、センターバックのフェルマーレン選手の去就問題というところが大きく関わってきますが、それを置いといたとしても可能性としてはかなり高いと予想しています。また今季ヴィッセル神戸が ACL 圏内というところを獲得することとなれば、来季アジア制覇へ向けてもこの経験値豊富な槙野選手の力は必要になってきます。もしフェルマーレン選手が退団することとなれば、この J リーグの中では最適なセンターバックだと思っていますし、日本代表や海外での経験もあるこの槙野選手がヴィッセル神戸に加入することになるのは、僕自身も見てみたい移籍となっています。また今季スタメンを獲得した菊池隆帆選手とこの槙野選手の熱血センターバックコンビというところも、個人的な J リーグサポーターとしましては見てみたいコンビとなっています。ヴィッセル神戸に対しタイトルをもたらせることができるのか、今後とも注目して見ていきたいと思いますので、今回の移籍先候補大本命としてヴィッセル神戸を紹介させていただきました。続いて2チーム目紹介させていただくんですが、これ以降は横一線の状況だと予想しています。その横一線の1チーム目として古巣のサンフレッチェ広島紹介させていただきます。このサンフレッチェ広島含めて、ここから紹介する3チームは可能性として 10% 程度だと予想しています。記事によると、この古巣のサンフレッチェ広島が槙野選手に対しオファーをしているという報道がありますが、個人的なサポーターとするとちょっと疑わしい記事になっています。今回の移籍の可能性がかなり低い理由としましては、この冬に塩谷選手が加入したことにもより、現在センターバック非常に人数が多い状況になっていますし、逆に人数が多すぎてセンターバックの人員整理が行われようとしている広島からすると考えにくい状況です。現在サンフレッチェ広島は若返りを行っているということもありますので、高年俸プラスこのベテランの槙野選手を取ることは考えにくいです。もちろん広島サポーターからすると、この槙野選手がまた古巣に帰ってきてくれる姿を見たいというのは山々ではありますが、この広島サポーターの中でもあまりこの獲得に前向きな意見というところは見受けられませんでした。今回の報道で果たしてこの古巣のサンフレッチェ広島が本当にオファーしたのかという考え含めまして、今後ともこの移籍の動向を追っていきたいと思います。続いても可能性 10% 程度としてコンサドーレ札幌を紹介させていただきます。今季のペトロビッチサッカーとして多少守備にほころびが出たということを考えまして、この槙野選手の獲得も多少存在するのかなと予想しています。この冬に金子選手、高峰選手、田中選手などの若手の移籍というところが実現することとなれば、このベテランの槙野選手の獲得も十分あり得ると踏んでいます。この移籍の最大のポイントとしましては、浦和レッズ時代の恩師でもあるペトロビッチ監督の存在っていうのは非常に大きいと思います。ですが、この移籍の最大のネックとしましては、本拠地が北海道という点です。牧野選手はサッカー選手以外にもいろんなビジネスを行っており、副業の面というところを考えると、関東近辺でプレーするっていう可能性が高いのかなと思います。ペトロビッチ監督の存在含めて、この移籍の可能性は非常に高いですが、サッカー以外の面を考えると、この移籍の実現は難しいのかなというところで、今回、コンサドーレ札幌紹介させていただきました。はい、ということで続いて、こちらも可能性 10% 程度ですね。J1 昇格が見えてきた、京都サンガ FC 紹介させていただきます。今回、Twitter だったりでこの牧野選手の移籍先候補を見させていただいた中で、J リーグサポーターの中では、かなりこの意見は多かったです。おそらく今週末の J2 リーグで J1 昇格が決まるこの京都サンガ FC というところではありますが、来季の J1 の戦いに備えて、経験値含めてこの牧野選手の活躍は欠かせないのかなと思います。年俸面というところで少しネックな部分はありますが、ユニフォームの売り上げ含めて貢献度はかなり高いと思います。元浦和レッズの李忠成選手や、大親友でもある森脇選手というところも在籍しておりますので、環境面に問題はないと思います。この牧野選手が長期時サッカーを体現するという面でも非常に見てみたいチームでもありますし、J1 昇格をすればまず最大の目標として残留というところがありますので、この J1 での経験値も高い牧野選手がこの京都サンガ FC でプレーする可能性も多々存在するのかなと思いました。はい、ということでここまで4チーム、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島、コンサドーレ札幌、京都サンガ FC 紹介させていただきましたが、それ以外の可能性として J リーグサポーターの意見もちょっと考えさせていただきたいと思います。J リーグサポーターの中でも意見が多かった FC 岐阜ですね。こちらは前例というところで浦和レッズから柏木選手がこの FC 岐阜に移籍したというところはありますが、年俸面やまだまだ実力の部分を考えるとほぼ 0% の可能性に近いと思います。続いての意見でも多かった川崎フロンターレですね。こちらはベンチ枠としてもこの牧野選手の加入があるんじゃないかという声もありましたが、今回浦和レッズを出るきっかけとしても出場機会を得るという点で、この浦和レッズ退団することになっていますので、今回川崎フロンターレに移籍する可能性はほぼないのかなと予想しております。続いても多かった横浜 F マリノスです。こちら獲得の資金面含めて年俸面もですね、余裕がある横浜 F マリノスではありますが、全体的な面で見ても層が厚いというところを含めて、出場機会なかなか難しい状況なのかなと予想しております。そういういろんな面から見ても FC 岐阜、川崎フロンターレ同様ですね、この横浜 F マリノスの移籍もほぼ 0% に近いのかなと思いますので、J リーグサポーターの中でも多かった今回の3チームも個人的な考えを述べさせていただきました。はい、ということでですね、今回は移籍の特別編としまして、浦和レッズの牧野智章選手、移籍先候補を予想させていただきました。まず浦和レッズを退団するというところでびっくりするところはありましたが、また新たな地で活躍するこの牧野選手、今後とも応援していきたいと思いますので、この牧野選手の移籍先の予想だったり、続報というところが出ましたら紹介していきたいと思います。今回5チームほど紹介させていただきましたが、この動画を見てくれた方の皆さんの意見もぜひね、コメントに書いていただければいいのかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。この動画になったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ここから年末に向けてさらに移籍情報盛りだくさんでやっていきたいと思いますし、豪華ゲストをお迎えして、この J リーグをさらに盛り上げていきたいと思いますので、J リーグサポーターの方々、今のうちにチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということでですね、今週末も J1 リーグ、J2 リーグ、J3 リーグ含めて様々な試合を行われていきますので、皆さんで週末の J リーグも楽しんでいきましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バーイ。